1799年までのアメリカ合衆国のオスカロライナ州知事である。連邦党員であり、アメリカ合衆国建国の父の一人に数えられることがある。デイビーはイングランドのカンバーランド州エグレモントで生まれ、1764年に、その両親アーチボルドとメアリー・リチャードソンのデイビー、夫妻と共に、北、アメリカに移住した。家族はすぐに、 ワックス法地域、現在のサウスカロライナのランカスター軍で農夫として、一家をなした。そこでは、母のメアリーの兄弟、ウィリアム・リチャードソンが、すでに入職しており、著名な長老派協会の牧師となっていた。若い時のデイビーはこの叔父の影響を強く受け、特に1767年に、母が死んだ後は強まった。リチャードソン牧師はその牧師感が、 デイビー家の領地の隣にあり、老いに対して宗教的な共同を与え、近くの教会学校で少年のための基礎的かつ、現世的な教育を施したと考えられる。電気的記録によれば、デイビーは15歳の時に、ノースカロライナに移動し、シャーロットのクイーンズカレッジで高等教育を受けた。1771年に短期間存在した学校で、 彼の受けた教育を確認できる当時の記録は残っていないが1774年にニュージャージー大学に入学したという記録がある。デイビーの北部の大学における生活は当時加速度的にイギリスとの高級的な結びつきを立とうとしていたニュージャージーやその他の植民地のためにあったのでデイビーにとってその後の方向を決定づけるものになった。 フィラデルフィアにおける大陸会議での激しい議論や反逆者とイギリス寄りの者との間の武装し流血のある闘争に関する報告を受けたことがデイビーに強く影響し彼や多くの給油に高まりつつあるアメリカの民族主義共通の目的及びイギリスに対する戦闘に参加したいという望みを吹き込むことになった。年月 フィラデルフィアの大議員たちがアメリカ独立宣言に署名したという知らせは最終的にデイビーやその仲間の学生にその感情のままに行動することに拍車をかけたその教師たちの反対もあったがその夏に学生たちは学校で志願兵中隊を組織しプリンストンからエリザベスまでの37マイルを交軍してジョージ・ワシントン軍の文献隊に合流した 軍隊の日々の生活における厳しさや退屈さによってすぐに学生たちの愛国的情熱を冷まし彼らは間もなく大学に戻った。その後間もない10月デイビーはニュージャージー大学での教育課程を終了し学士の称号を受けた。ニュージャージーを去った後ノースカロライナのサリスベリーで後にアンドリュー・ジャクソンに 独自の法律の訓練を施したスプルース・ヌーコイについて法律の勉強を始めた。1778年12月、デイビーはサリスベリーを離れ、ノーザンプトン軍のアレン・ジョーンズ巡位に指揮される1200名の民兵隊に加わった。イギリス軍による攻撃が予測されていたので、ジョーンズ隊はチャールストンに向かい、その公安市の防衛準備を支援することを意図した。 この脅威が去り、デイビーやジョーンズ隊の残りの者たちは、南のカムデンまで行軍した後で、ノースカロライナに戻った。デイビーは、サリスベリーで勉強を再開したが、1779年の春、再び勉強を中断して軍隊に入った。この時、デイビーは既存の軍隊に志願したわけではなく、地元の騎兵隊を立ち上げ訓練することを助けた。 サリスベリー地区騎兵中隊を立ち上げた功績で、ノースカロライナ国知事、リチャード・カズウェルから4月に、中尉の任務を授けられた。デイビーはその下級士官の位に長くは留まらなかった。1779年5月、デイビーとその中隊は、その年早くに、チャールストン周辺のアメリカ守備軍を強化するために、ペンシルベニアからサウスカロライナに配転されたカジミエ州。 プワスキ将軍の軍団に配属された。プワスキの下でデイビーは少佐に昇進し、騎兵旅団の指揮を任された。1779年6月20日、23歳の誕生日の2日前に、チャールストン郊外のストのフェリーの戦いで、イギリス軍に対する攻撃を引いた。デイビーはこの戦いで太ももに重傷を負って落馬し、過労うじて捕虜になることを免れた。 その傷から回復する間はサリスベリーに戻って法律の勉強を再開した。間もなく試験にも合格し1779年11月にサウスカロライナで法律実務を行う免許を得た。翌年の晩春から夏にかけて十分に傷も癒えたデイビーは独立した騎兵隊を組織した。1780年の夏はこの騎兵隊を率いて いくつかの戦闘に参戦した。ハンギングロックの戦いのすぐ後で、保冷諸ゲーツ将軍の指揮する新しい軍隊が、サウスカロライナに入ってきたという知らせを受けた。1780年8月16日のキャムデンの戦いでゲーツは完敗した。大陸軍は、懸命に戦ったが、その軍についていた民兵は、戦いが始まるとほとんど交戦もせずに逃亡した。 ゲーツと残った兵士たちは、サウスカロライナに交代した。デイビーは、わずかの差でこの戦いに間に合わなかった。ゲーツやアメリカ軍の残兵と共に、北へ撤退する代わりに、南の敵のいるあたりやキャムデンに移動し、物資用に馬車を回収し、敵の動きに関する情報を集めた。キャムデンとキングスマウンテンの戦いの間の1780年10月、 デイビーの騎兵隊は、イギリス軍と、大陸軍の残存部隊の間にいる、唯一の破壊されていない軍隊だった。おそらく騎兵士官としてのデイビーの最も大胆、不敵な行動は、1780年9月26日の、シャーロットの戦いでのことだった。アメリカ軍の撤退を支援し、イギリス軍のノーズカロライナ侵攻を遅らせる命令を受け、この時大佐になっていたデイビーと、 その150名の騎兵隊は、当時小さな村だったシャーロットに防御陣を敷いた。部隊の数人は、下馬させて、町の中心にある丘の頂上にある石の壁の背後に陣取らせた。他の下馬した兵士たちは、騎兵の予備兵と共に側面に散開させた。正午頃、チャールズ・コーン・ウォリス将軍が指揮するイギリス軍が、現れた。 コーンウォリス軍は少なくとも2000名の正規兵とロイヤリストだった。デイビーとその部隊はイギリス軍の騎兵や右翼に動いた不評とサ度交戦した後で北方へ後退した。コーンウォリスは、その結果シャーロットを占領したが、2週間足らずしか、そこに留まらず、1780年10月7日に、キングスマウンテンの戦いで、 後廃地の民兵隊によって、イギリス軍とロイヤリストの部隊が敗北した知らせを受けた後で、スズメバチの巣から軍隊を引き上げた。コーンウォリス軍がサウスカロライナに撤退したので、デイビーはその部隊に敵部隊を尾行してコゼリアイを演じ、その通信線を混乱させて妨害した。独立戦争における、デイビー大佐の軍歴は1780年12月。 意向劇的に変化した。ナサニエル・グリーン将軍がノースカロライナに到着し、南部方面のアメリカ軍の指揮に着いた。シャーロットに本部を置いたグリーンは、コーン・ウォリスがノースカロライナに戻ってきた時に備えて、兵士たちのための食料や装備を切に必要としていた。デイビーの指導力や地域の地形と住人に関する知識がグリーンの注目を引き、 1781年に1月に、経験を積んだ、騎兵士官であるデイビーを説得して、野戦士官の任務を諦め、兵葬総監として働かせることになった。独立戦争の最終段階を、デイビー大佐はその職について、グリーン将軍のいつも、物資を必要とする軍隊、さらにノースカロライナの民兵隊のために物資を配置し、 組織し輸送するという大変だが報われない任務を果たして過ごした戦後、デイビーは巡回裁判所の弁護士という弁家としてノースカロライナで結出した存在になった。1786年から1798年まで何度もノースカロライナ州会議員に選ばれた。1787年にはアメリカ合衆国憲法制定会議の大議員を務め、 1788年から1789年にかけては、ノースカロライナの合衆国憲法批准会議で、その成立のために動いた。デイビーは1798年に議会によって、ノースカロライナ州知事に選出された。その任期の間に、州は、サウスカロライナや、西方のテネシー州との境界問題を決着させた。1799年に、 ジョン・アダムズ大統領からフランスでの平和交渉に、務めるよう協力を求められて、知事職を辞任し、二国間協議は1800年の協定で決着した。デイビーは、州兵や、新たに結成されたアメリカ陸軍での活動を続けた。1797年のフランスとの危機の際には、州兵隊に勤め、アメリカ陸軍では、アダムズ大統領から順庄に任命された。 ノースカロライナに戻ってからは連邦党員として政治活動を続けた。1803年にはアメリカ合衆国会議員選挙に出馬し、ウィリス・アルストンに対抗した。アルストンは1798年に連邦党員として選出され、ジェファーソンが大統領になると民主共和党に倶えしていた。 デイビーは、この選挙で敗北し、さらに1804年の選挙では、非公式の書き込み選挙運動で、アルストンに次いで辞典だった。デイビーは、ノースカロライナ州議会の議員として、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の認可法案を提案した。大学の創設者として認識され、1789年から1807年まで、その理事を務めた。 また1811年には、大学としては、初めての名誉法学博士号を受け、大学の父の称号を与えられた。伝説にもなっているが、デイビーが1790年代に馬をつなぎ、その場所を、ノースカロライナ州の最初の州立大学のために、選定した、その、デイビーのポプラがキャンパスにある。1805年から1806年、デイビーは、 アメリカ合衆国会議員選挙に出馬して落選し、公的な生活から身を引いて、サウスカロライナ州にある両父堀に陰性した。1812年、アメリカ合衆国大統領選挙の時、バージニア州の連邦党員は、大統領候補、デオビッド・クリントンに対する支持を拒絶し、大統領選挙人には、ルーファス・キングを大統領に、デイビーを副大統領に投票させた。 この連邦党の候補者戦略は大差で敗れた。後の米英戦争の間、デイビーは軍隊に仕えたが、ジェームズ・マディソン大統領からのアメリカ軍指揮官就任の申し出は辞退した。デイビー将軍は馬のサラブレッド種に強い興味を持った。1809年、アメリカの競馬会ではターフのナポレオンとして、 広く知られたノースカロライナ州生まれのウィリアム・ランソム・ジョンソンから優勝した競争馬を購入した。その馬、サー・アーチーに当時の価格として5000ドルという大金を払った。この価格はその馬の偉大さとアメリカの競争馬の種馬になるという見込みを反映していた。一世紀半近く後の1955年、サー・アーチーの名声を示す証拠として、 ニューヨーク州サラトガスプリングズにあるアメリカ競馬名誉の電動博物館に入れられた位置、東急の馬の中にこの種馬が入った。デイビーは1820年に自分のちぼり農園で死んだ。アレン・ジョーンズの娘で1782年に結婚した妻のサラ・ジョーンズには先立たれていた。デイビーはサウスカロライナのオールドアックス法長老派協会に埋葬されている。 1802年に39歳で亡くなった妻のサラは、ノースカロライナ州ハリファックスのオールドコロにある墓地に埋葬されている。1836年に創設された、ノースカロライナ州、デイビー軍は、彼の記憶にちなんで名付けられた。ノースカロライナ州ロアノークラピッズの、ウィリアム・ R デイビー中学校も、彼の記憶にちなんで名付けられた。ありがとうございます。